皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ということでね、最近ね、コメ欄でね、いやスバターさんさ、ほんと最近あれだよねって、もう青島さんとバンダイさんのことしか言わないよねっていうね。うん、スバターさん、青島さんとバンダイさんね、こすんのはいいけど、肝心なメーカー忘れてないって。うん、もう長谷川さん忘れたらダメでしょって。うん、長谷川さんこすんねえかダメでしょって。うん、もう青島マニアなのは分かったけど、ね、長谷川マニアじゃないのって言われて、長谷川マニアっておかしくねちょっと、まあ言われて、ただ言い訳させてもらうと、なんて言うんだろう、もうぶっちゃけると、このガンプラ買えないかじゃん今。うん、ガンプラ難民状態じゃないですか今みんな。うん、本当にガンプラ買えない、ガンプラ難民状態な、みんなもう難民なんだよみんな。うん、でそんな中俺は6にね、6スポストレスもなくね、プラモライフを送ってるのはなんでかっていうと、実はね、このコロナ禍でね、俺長谷川さんのキットをね、もう山ほど買ってんのよ。この3年間で一番買ったメーカーは長谷川さんなんだよ。だからね、忘れてるわけないんだよね。嘘じゃねえぞ、まず。はい、長谷川さん、一部だからね、ほんの10分の1見せるけど、ね。長谷川さん、ね。ヤホーなんだよ、ここ。これ、いや、置くとこね。ね、こうやって長谷川さん、ね。長谷川さん、ね。もうみんな長谷川さんだよ。うん。ガンプラ買えない心の隙間をね、長谷川さんが埋めてくれてるのよ、今。なんでかっていうとね、長谷川さんのキットってどこでも売ってるんだよね。どこでも売ってるし、大体ね、再販率が高くて、再販率ってなんか、痴漢とかなんか盗撮みたいなこと言ってるけど、再販率そういうんじゃなくて、安定供給されてるんですよ。サメ屋さんレベルで。安定供給。欲しいものは大体買えるんだよ、長谷川さんのキットって。うん。だもんで、しかもね、価格がね、基本的にタミヤさんよりも安いのよ。うん。タミヤさんぐらい精度が出ているのに、タミヤさんよりも2割、3割安いのよ。どれもこれも。うん。例えば、トミキャット、日本橋トムキャット、長谷川さんのだったら5000円ぐらい。で、タミヤさんだと8000円とか、まあ、2割、3割安いんだよね。うん。だから、長谷川さんってね、なかなか見逃せないメーカーなんだよ。で、長谷川さんって言ったら、まあ、やっぱその、バイクとか、車とか、うん。あと、まあ、戦艦、バイク、車、戦艦、戦闘機っていうね。うん、まあ、飛行機の長谷川ってよく言われてましたけど、それ以外も実はね、マクロスに結構注力してくださったメーカーなんですよね。はい。まあ、このチャンネル見てるような連中は知ってると思うけど、うん。長谷川さんと言ったら、マクロスっていうのはもう知ってると思う。もう誰でも知ってると思うんだよね。うん、俺のリスナーにね、いないんで、モグリは。いないよね。俺のリスナーさんに来たのは、ガンプラ女子とかに、見ついてる。いや、さ、いないと思うんだけど、うん。本当にね、硬派な奴ら。うん、硬派な奴らだと思うから、うん。だもんで、長谷川さんつったらもうマクロスなんですよね。うん。はい。まあ、そんな感じでね、今日このマクロスをこすって言いますね。うん。当然、もう、硬派ね、連中だから、もうみんな本当に、硬派。うん。もう一生独身をね、貫くぞっていうぐらい硬派だね。それこそ最終学歴はね、男塾ですみたいな連中が多いから、当然このキットが出た時もね、文句の一つも言わなかったのね、きっと。はい。これね、発売自体はね、いつだっけこれ、2021年なんだよ。2021年なんだけど、ベースのキット、元のキットはね、実は20年前のキットなんですよね。なんでって多分思った人いたとしたら、それとはモグリかミーハーです。はい。むしろ、よくやってくれたなと思った。うん、それでいいんだよと思ったもんね。うん。外装は最新。でも中身は20年前。それでいいんだよ。それでいいの。うん。なんでかっていうと、マクロスのキットなんてね、そんな売れねえんだよ、ぶっちゃけ。売れねえの。うん。これ以外にもね、最近って言ってもまあ、数年前だけど、リガード出したんだけど、リガードバリエーションをね、3つぐらい出したんだけどね、めっちゃ積まれてんじゃん。
俺リガード、俺なんであんなにバリエーション出したんだろうと思って、あのまあ当然売れないだろうなと思ったけど、めっちゃ積まれてるよね、どこにもね、リガード。うん、いいキットなんだよ、いいキットなんだけど、うん、積まれてるよねっていう話でね。うん、でこのリガード以外にもいろいろ出てるんだけど、長谷川さんがやっぱそのタイプ売れないんだよね。でリガードのバリエーションなんてさ、あのバンダイさんで言うとこの本来プレバン行きじゃん。でもそれ一般販売で出してくれてるっていうね。うん、そうって、そうなんだろう、ヨドバシさんとかでさ、ちゃんとあの割引で買える一般販売で出しまくってくれてるんだからね。中身の古いね、うん、外装だけ新品で中身だけ20年前の経ったとしてもいいじゃん。うん、あのバンダイさんのプレバンみたいなこととかさ、ガンダムベース東京みたいなこととかさ、やんないんだからさ、うん、全部一般で下ろしてくれてんだからいいじゃないかってことでね。はい、これ少し言いましょう。忘れるわけないじゃん、俺が長谷川さんのこと、うん、むしろ今一番愛してんじゃない。あ、もうやべ、青島マニアとかつってて、今度長谷川マニアになっちゃった、うん、これね、あのこのアーマーは2021年で、中身が2000年のやつなんだよね。で俺組んだことないんだよ、実は俺このシリーズ。うん、一応ね、一応ね、一応スナップフィットらしいんだけど、うん、組んだ人の話聞いたら、なんか一応なんちゃってスナップフィットらしいんだよね、これ。うん、なんちゃってスナップフィット、意味はちょっとわかんないんだけど、どういうことなんでしょうね、これ。組んだ人いる？なんかなんちゃってスナップフィットってね、どういうことなのそれ。あのあれか、ガオガイガーのと一緒か、青島さんのスナップフィットなんだけど、接着剤を使えばより完璧につけることができますみたいなこと書いてあるんだよね。だからその結構そのプロレビューしてる方たちいっぱいいたんだけど、モデラーな YouTuber でも、モデラー YouTuber で見たんだけど、なんか煮え切らない発言をするんだよね。一応スナップフィットなんですけどねみたいな感じで、煮え切らないことを、煮え切らないような言動で言うんだけど、どういうことなんですかねこれ、皆さん。ただ なんでそう、スナップフィットって言ってくんないの。だから言えない、なんかあんの。あのスナップフィットって技術いるんだよね。他メーカーさんがやるとね、あの本当なんちゃってスナップフィットで、あのダボがガバガバだったり、逆にダボがきつくて入んなかったりとかして、ピンバイス必須みたいな、ピンバイス接着剤必須みたいな、なっちゃうらしいんですよね。うん、バンダイさんぐらいなんですよ、マジで。ニッパーだけで組めんの。なんか、プラガマさんもよくおっしゃってますけどね。そういう風じゃねえんだよ。うん。ただ、これもそうなんじゃないかな、あの、なんちゃってスナップフィットなんだよな、これ。なんちゃって。あ、この辺が新規パーツだね。この、なんだろう。このアーマーの部分が、ここが、この袋のやつが新規パーツだと思うんだよね。今回、このキットのために、まあ、作られたパーツなんだけど、いや、バンダイ長谷川さんはね、こうやって、あの、ポテトチップスみたいにね、ストーク面にゴシャって入れるんですよね。これほんとやめてほしいんだけど。見えねえじゃんな、これじゃ。まあでもほんと、バンダイさんのガンプラ並みにいいんじゃないかなと思うけどね。うん。問題はこれじゃないんだよね。うん。問題はこの中身なんですよ。これはね、あの、外装が2021年で、中身が2000年のらしいんだよね。これ組んでんのかな、これ。休みの時にね、これ。あ、スナップフィットっぽいけどね。どうなんだろうね。ちょっとあれとかわかんないね。寿屋さんのもピンパイしないとダメらしいですね。やっぱバンダイさんすごいんだね。でもこういうなんか、好きのあるキットって俺はやっぱ好きだね。うん。隙があるというか、なんというか。あ、やっぱ成形色はやっぱあれはね、やっぱバンダイさんに劣るな。安っちいっすね。うん。まあ見た感じスナップフィットだね、これね。うん。多分そうだね。見た感じは。ほんと、長谷川さんのキットってね、買いやすいね。どこにでも売ってるからね。再販率も高いしね。買いやすい。うん、ほんと、ユーザーユースっすよ。皆さんも長谷川さんのキット買いましょうよ。うん。何よりね、あの、お手頃価格だよね。
リーズナブルっていう、うん、タミヤさんのちょっと高いよっていう人は、まあ、その、前にも言ったと思うけど、なんだろう、タミヤさんみたいに丁寧にさ、梱包されてはないんだけど、別に、その代わり2割3割安いから、うん、デカールね、うん。梱包はさ、雑かもしれないけど、2割3割安いってデカいと思うんだよ。うん。あと、トムキャット、ね、トムキャットがその、タミヤさんのは8800円、ね。で、長谷川さんのはいくらだっけな、たまたまで買ったら、4420円。税込みでまあ5000円ぐらいだよね。うん。そんだけ価格に差はあるから。だもんでね、皆さん、長谷川さん、ね、もうちょっとね、活目しましょうよ。はい。ちょっとこれ、パチ組みしてみるわ、今度これ。どんなんだかわかんねえから。うん。うん。あ、そう、長谷川さんのね、座文具もちょっと買いたいんだよね。ただ、でかいよね、あれね。うん。はい。まあ、そんな感じで今日、長谷川さんをね、こすってみました。じゃあな。